みなさんこんにちは、みゆです。今日はアイハーブの購入品を紹介していこうと思います。セールで爆買いして4箱分あります。もうオープニング話してるととにかく動画長くなっちゃうので、もう早速購入品を紹介していこうと思います。インスタのフォローぜひお願いします。今回また気になった商品とか、あとリピート品とかもあるので、マジで、ね、参考になると思う。まずキュレルのデイリーヒーリング乾燥肌向けオリジナルローションっていうものを初めて買ってみました。こんなのがあるっていうことを知らなくて、もうキュレル大好きで普段から愛用してるんだけど、キュレルってアメリカのブランドで、日本だと花王が提携してるかなんかで扱ってるんだけど、これねもうすでに使ってみて、ボディに使ってみてるんだけど、なんか香料をつけていい匂いにしてるっていうよりかは、成分の匂いなのか嗅いだことある香りっていう感じで、でね、この本当に乾燥肌向けっていうだけあって、めちゃくちゃずっと潤ってんの。だから悪い意味で言うと、ずっとちょっとペタペタベタベタするような感じ、次の日でもベタベタしてる感じ。今まで使ったボディローションの中では圧倒的にめちゃくちゃ乾燥しないです。超乾燥肌向けっていうのもあって、そっちの方が人気だったんだけど、夏だからこっちでいいかなと思って、そうこっち塗ってみたけど、かなり保湿力あるのでこっちで十分だと思います。めちゃくちゃいい。で次がこのボーカっていうところのこの歯ブラシ、このチャコールのやつを買ってみたんだけど、前にこれのピンクを買ってみてすごく良くて、今は使ってるんだけど、そうすごく良かったので、これリピ品になります。めちゃくちゃおすすめです。すっごいね、デザインも可愛くて磨きやすくて、ソフトなんだけどソフトすぎない感じで磨きやすいので、ぜひチェックしてみてください。でまた歯ブラシで、これがウォーエのナチュラル竹歯ブラシ、お子様用ソフトブラシ4本パックっていうものになっていて、ここのね歯ブラシ大人用の私使ったことがあったんだけど、なんか口コミ見てたら子供用を大人が使ってる方とかもいるみたいで、こんな感じのパックが4個入ってるんだけど、子供がもちろん使ってもいいんだけど、大人にもね、すごいさ、ヘッドがでかいじゃん海外のやつって、だから磨きやすくそうかなと思って、普通に自分とあと子供用で買ってみたんだけど、すでにね今娘が使ってるんだけど磨きやすいって言ってたので、ぜひ竹製の歯ブラシの子供用探してた人も、あと竹製の歯ブラシちょっと海外のでかいって思った方はこれをチェックしてみてください。で次にこのブリアナのホームスタイルブラッシュワインビネグリドレッシングって呼ぶのかな、ちょっと読めないんだけど、ドレッシングを買ってみました。このイチゴのねすっごく可愛らしいドレッシングで、多分酸っぱいワインビネガー系のドレッシングだと思うんだけど、めちゃくちゃ分離してるの分かるかな、でもオイル系のドレッシングなんじゃないかな。すごい美味しそうだったので、ちょっとドレッシングをね、いつも普段あのオリーブオイルばっかり食べてたので、ちょっと久しぶりにドレッシング食べたいなと思って、かわいいピンクの、なんかいろんな種類あったんだけど、とりあえずこのイチゴのやつを買ってみました。評価も高くてね、めちゃくちゃ美味しそうです。次にこのラ・トウランジェルのオーガニックキャノーラ油を初めて買ってみました。ここのラ・トウランジェルの油は本当にもう大好きで、もうみんなも見たことがたくさんあると思うんだけど、これがねキャノーラ油の USDA オーガニックのものになるんだけど、いつも使ってたサンココのあのひまわりとココナッツが書いてあるやつ、あれがね あの揚げ物とか、まあ、なんか油の味をあんまつけたくないようなもの、まあ揚げ物だよねとかの時に使ってたんだけど、それがずっと売り切れてるので、本当にそれがねカリッと揚げれてすごいいいんだけど、結構揚げ物とかにも使えるかなと思って急ぎで買ったものになります。本当ここの好きなんだけどね、最近めちゃくちゃ売り切れが目立つんだよね。ニンニクのオイルとかもめちゃくちゃ欲しいんだけど、ずっと売り切れてるので、次にこのキャンディーピープルのシュガーフリーフィッシュベリーっていうこのグミと、同じくまたこのキャンディーピープルのホースのフルーツのやつが売ってたんだけど、こっちがねもう販売終了になってしまっていて、こっちはまだ在庫があるっていう感じになるのかな。でね、前に買ったスカルのグミももうね販売終了しちゃってるので、もしかしたらもう在庫どんどんなくなり次第販売終了しちゃうのかなと思うんだけど、とりあえずこれも娘のおやつにね、シュガーフリーのグミすごい美味しかったので、またリピで買いました。次にこのタゾティのハーブティーアイスパッションノンカフェインティーバッグ6個入りになります。これがねあの麦茶の水出しみたいな、あの大きい水出しパックになってるんだけど、水出しっていうよりかはね、これは私は 1.5 リットルかな、 1.5 リットルのピッチャーに半分ぐらい熱湯を注いでこれを入れて、5分ぐらい煮出してから氷とか入れて冷蔵庫で冷やして飲むっていう感じで、すでにもう開けちゃって飲んでるんだけど、これが前にあのホットの方を買ってすごく美味しかったの。これ前にね確か教えてもらったんだよね、なんかスタバで、ね、使われてたパッションティーと同じだったみたいな、このタゾが今は多分変わっちゃってるんだけど、てか今売ってないよね多分。
ぱいくてね、この今の時期にぴったりでめちゃくちゃ美味しい。そう、酸っぱい系が好きな人は絶対好きだと思う。すごいさっぱり飲めるお茶なので、ぜひこれカフェインフリーだから、ピッチャで作って夜ごくごく飲んでも、これノンカフェインだから全然大丈夫で、そう、今ストックで冷蔵庫に作っているお茶になります。めっちゃおすすめで、次にこのプッカハーブのウーマンカインドカフェインフリーハーブティーサシェ20袋入りと、オーガニックおはようからお休みまでのコレクションハーブティーティーバッグ20個入り、5種類入ってるものと、こっちもまた5種類入ってるやつのハーバルティーコレクションハーブティーバッグ20個入りっていうものを3箱買ってみましたって言いたいとこなんだけど、まだまだ追加でここのねプッカハーブは頼んでて、これねビープルとか、あと成城石井とかにもこのお茶置いてあるんだけど、私ずっと気になってたけど飲んだことなくて、今回セールで爆買いしました。もうお茶どれだけあってもいいので、そう、とりあえずストックでたくさん買っておこうと思ってたくさん買ったんだけど、ちょっとこれはねまた飲んでみて、どれが美味しかったのかとか、このね5種類入ってるやつで自分でこれから買うやつのお気に入りを決めて行こうと思って、とりあえずこのウーマンのやつはめっちゃなんか気になって、すごいレビューも確か良かったから、このウーマンのやつはこの箱で買っておきました。でまた紅茶、ハーニー&サンズのアフリカンオータム20ティーバッグ入りの、このカンカンのこのハーニー&サンズがね、とにかくどれを飲んでも外れがないんだけど、これがねルイボスベースでクランベリーオレンジとハーブブリッドブッシュ、めっちゃ美味しそうじゃない、オレンジピールクランベリーオレンジフレーバーをブレンドしてますって書いてあるんだけど、そう、めちゃくちゃオレンジが強く強い、うん、オレンジとルイボスを感じる、めちゃくちゃ美味しそうなこのお茶と、またハーニー&サンズのグリーンティービズタイフレーバー20ティーサッセ、グリーンティーベースにココナッツバニラジンジャーレモングラス入りの緑茶になります。うん、グリーンティーにココナッツって感じ、もうめちゃくちゃなんかさ、ちょっと変わったフレーバーのお茶が飲みたいなって思った時に、うちにあったハーニー&サンズのお茶がもう全部なくなったので、今回これを追加で買いました。まだまだあるんだけど。で次にこのエドワード&サンズの焼いた全粒玄米スナップスオニオンガーリック、これがクラッカーのところにあった、初めて買ってみたものなんだけど、なんか口コミを見てる感じはすごい薄焼きせんべい風な感じで食べれるみたいで、おやつにいいんじゃないかなと思って、そう買ってみたんだけど、こんな感じのガーリックだから美味しそうじゃない、オニオンガーリック、ちょっとまた食べてみて感想はインスタに書きます。インスタ全然更新してないんだけどさ、ちょっと多分ね時間がだいぶできると思うので、ちゃんとまた毎日更新に戻そうかなと思って、ぜひインスタのフォローお願いします。で次にこのカリフォルニアゴールドニュートリションのビタミン D3 50mcg 2000IU 魚ゼラチンソフトジェルっていう90粒のものを買ってみました。前にカリフォルニアゴールドニュートリションじゃなくて、多分 NOW のやつかな、 NOW のこのビタミン D3 を買ったことがあって、ビタミン D3 ってすごいね体に大事で、 2000IU のやつを確かね買って飲んでたんだよ。でこれが、お試し商品のところでこんなでかいので139円とかで買えたので、そうとりあえず買っておこうかなと思って買ったものなんだけど、粒はこんな感じでめちゃくちゃちっちゃいので多分誰でも飲めると思います。ビタミン D3 って確かね、こう太陽とかを浴びないと作られなかったりするビタミンだったかな、ストレスとかにも良かったりするビタミンだったと思うので、ちょっとこれをね買っておきました。で次にエルフのクリアブロー&ラッシュマスカラ、これはストックで買いました。前にストック3本買ったんだけど、ストックが1本になっちゃったので、これ追加で購入して、あとはまたエルフでハイドレーティングカモコンシーラーのライトサンドっていう色を、これは初めてエルフで買ってみたんだけど、これがねすごい安い、975円で買えるコンシーラーで、ちょっとコンシーラーが新しいのなくてもうなくなっちゃいそうだったので急いで買ってみたんだけど、ちょっと分離してる感じがある、まあ混ぜれば問題ないかな。うわ、でかっ、びっくりするほどチップでかいんだけど、カラーはまあまあいい感じだね。あ、でもちゃんと保湿力ありつつしっかりカバーしてくれる。ファンデーション使いたくない時にファンデーション代わりにちょんちょんって使えるぐらいの色味かな。だから標準色ぐらいかもしれない、標準色、うん、私多分標準より暗めだから、標準からちょっと標準より暗めな感じがライトサンド、もっと明るい色が2色あって、もっと暗い色が1色あります。
これは良さそう、普通に良さそう、めっちゃ綺麗な感じで。次にこのハーローバームの色付きリップバーム、黒いチェリーっていうもの、これもね、ディープルとかにあったり、アイハブでも何回も見ててすごい気になってた色付きのリップバームになるんだけど、使ってみたんだけど、なんか私的にはもうちょっと色付き欲しかったかもって感じ。こんな感じ、もうほんのりちょっと赤ピンクみたいな感じがつくんだけど、私もともと唇の色結構あるからそんなに変わんない。だからもともと唇の色がもうなくなっちゃうみたいな人だったら変わるのかもしれないけどっていう感じ。ただ乾燥とかは全くしなかったので、なんかティントっぽいものとかって結構乾燥てかなんかめくれてくる感じがあるんだけど、私これはめくれてきたりしなかったです。2箱目突入します。ちょっとペース上げていかないとやばいよね。オーガニックのオーガニックコット丸型70個入りっていうものを買ってみました。こんな感じの筒状の袋に入ってるもので、厚みはね普通のコットンに比べると多分ない方だと思う。なんか裂いたりして使えるような感じではないかな。まあ一応裂けるけど、裂くと結構モサモサってなっちゃう、まあ、目とかあとこの辺にこうちょっと使う分には普通にちょうどいいぐらいのサイズ、普通のちょっと分厚めのコットン、なんか資生堂のやつだっけな、私ピンクと黄色のあの箱に入ってるやつを今使ってたんだけど、あれを使うと化粧水ねめちゃくちゃ出さないと結構吸われちゃうのね。だからこれはあんまり吸われすぎないでちゃんと最後まで使える感があっていいなって思ったのと、まあオーガニックだからいいなっていう風に思って、そうオーガニックのコットンを買いました。このミシャのパーフェクトリップ&アイメイクアップリムーバーっていうものも初めて買ってみて、ちょっとね私もう年齢を重ねてきてやっぱ色素沈着とかあと擦るっていうことをもっと気をつけなきゃって思って、結構あの洗顔の時にマスカラとか強いマスカラとかも一緒に洗顔っていうかクレンジングか、クレンジングの時に落としてたんだけど、ちゃんとちょっと擦らずにコットンとかで落とした方がいいのかなって思い始めて、そうこれを買ってみたんだよね。だからこれをセットで買ってみたんだけど、これは多分ねこう振って使うタイプだと思う。まだ使ったことないから、さっきここに塗ったコンシーラーとリップをちょっと落としてみようと思います。おおすごい、ほぼ一発でこんな感じで取れました。ちょっと強いマスカラとかどんぐらいの感じで取れるのかわかんないけど、普通に評価高くて多分全然余裕で落ちそうな感じだったのでこれをね買ってみました。で次にこのヌビアンヘリテージのハンド&ボディスクラブパチューリとブリーティーを買いました。じゃーん、ここのねボディーボッシュはもう全部使い果たしたの、本当に良かったから、次はこのボディスクラブを試してみようと思って、前回シアモイスチャーっていうところのボディスクラブを買ったんだけど、もうねすぐ使い終わっちゃって、今ボディスクラブがうちにないのでこれをすぐに使い始めようと思います。ニヒもボディスクラブさん使うから本当すぐなくなっちゃって、こんな感じ。あやばい、香りめっちゃいい、久しぶりにこれ嗅いだ。でもパチューリとブリーティはね結構最初の方にこのボディウォッシュでも試したから、久しぶりに嗅いだこの香り、やば。スクラブ自体はすごいしっとりしてる感じでめっちゃいい感じ、マジでいい香り。で前回買っても大好きであったシアモイスチャーね、この商品ももう片っ端からいろいろ使っていこうと思ってるんだけど、まずこのシアモイスチャーのヒマラヤピンクソルトリラクシングボディウォッシュっていうものになります。ピンクのねボディウォッシュで、これはヒマラヤソルトとかだからあんま香りはそのあでもいい匂いする。ネロリオイル、セージ、ピンクヒラヤマソルトと書いてある。めっちゃいい香りするわ。そんな匂いに期待してなかったんだけど、いい匂い。で、こっちが同じシアモイスチャーの 100% バージンココナッツオイルデイリーハイドレーションボディウォッシュっていうものも買ってみました。どんだけボディウォッシュ買うんだよって感じだけど、ボディウォッシュマジで大好きで。あー、めっちゃいい。あ、めっちゃいい匂い。ココナッツだ。もう夏になるとマジでココナッツのものが使いたくなるんだけど、めっちゃいい。ねパンツで映んないでダメだよ、はい、前回このシアモイスチャーのボディスクラブとあとねヘアマスクを買ってみて、もう匂いがまずドンピシャで好きなんだけど、匂いだけじゃなくて使い心地も本当に良かったです。ヘアマスクもマジでやばい。ヘアマスクね、あれ頭皮ケアもできるもので頭皮から使えるものだったんだけど、もうねレベルが違った。もうヘアマスクだからやっぱあのトリートメントとかよりは全然潤うんだけど、本当にクンダルのトリートメントもすごいサラサラになるんだけど、それの倍ぐらいサラサラになりました。
本当に、本当に良かったです。で、次にこのトレセメのモイスチャーリッチシャンプーと、こっちがモイスチャーリッチコンディショナー、これが 828ml 入ってる結構大容量なシャンプーコンディショナーと、同じトレセメのサーマルクリエーションヒートテーマリーブインスプレー。このトレセメの商品は初めて買ってみたんだけど、そうクンダルばっかり使ってたからさ、もうクンダルちょっと飽きてきた人もいるんじゃないかなと思って、私もちょっと違うもの試したいなと思った時にガーッと探してて、これがすっごい気になったのでこの3点を買ってみたんだけど、まずこのスプレーは熱を与える前、ドライヤー前とか固定アイロンの前とかに使うとすっごいサラサラになるらしくて、あとスタイリング後とかにも使ってもいいみたいなんだけど、すっごく評価が高かったです。本当にサラサラになるっていう風に書いてあって、あとはこのシャンプーとコンディショナー、コンディショナーとか確か 4.8 ぐらい評価、とにかく評価が高くて、そうシャンプーも 4.5 ぐらいかな。これがね、なんか海外のサロン初のブランドなのかな、海外のサロン行ったことないからわかんないけど、なんとなくサロンっぽい香りがして、クンダルに比べるとナチュラルな成分とかでは全然ないと思うんだけど、ただちょっと使ってみたかったのでこれを買ってみました。で、次にこのアビーノのカームプラスリトリアナリシング O2 クレンザー無香料を買いました。これはリピ品で、ちょっと前にこれを買って今も使ってる洗顔になるんだけど、もうね残りが5分の1ぐらいかなになっちゃって、今回もまたリピで買いました。これすごくいいです。なんか泡の洗顔よりやっぱり洗い流すのとかには時間はかかるんだけど、泡の洗顔よりさらにお肌には優しい感じがする。こう肌に触れずに洗うことができるし、すごく優しく洗えてる感があるので、朝とかあとダブル洗顔用におすすめです。メイクとかはね落ちない。次にこのナウフーズのリアルフードローストピスタチオ海塩入りを買ってみました。これ 340g 入ってて1536円のピスタチオなんだけど、ピスタチオめちゃくちゃ好きで、そうワインとか飲む時にちょっとおつまみ欲しいなっていうので、この大容量なの買っちゃいました。次にナチュラルシンプリーデリッシュのナチュラルゼリーデザートラズベリーと、こっちがストロベリーになります。これすごい簡単に作れて、まず水で入れて溶かすまで混ぜて、そこに熱湯混ぜて、固めるだけみたいなので、マジで簡単に作れます。こういうのにさ缶詰のフルーツとか入れるとめっちゃ美味しくない？なのでこれでちょっと作ろうと思います。次にこれ久しぶりに買いました J&R ポートトレーディングのオーガニックグリーンルイボスカフェインフリー40ティーバッグ。このねグリーンルイボスと普通のルイボスってあるんだけど、グリーンルイボスの方が全然栄養価が高いのと、あとルイボスティーの独特な感じが苦手な人はこっちの方がね全然飲みやすいと思う。私はどっちも好きなんだけど、ルイボスティーは美肌とか、まあ、体にもいいので、そういつでもストックしておきたくてこれを買いました。で、次にこのアイデアラブのスーパーフードスキンサーバーライムオールユアーズっていうシートマスクを買いました。ここのアイデアラブのやつは最近そう全部っていうかお試し商品で買った3種類かな使ってみたんだけど、すごく良かったです。こっちの方がねでもちょっと袋自体ちっちゃいから、これがいいのか分かんないけど、そっちの前まで使ってた方はすっごい厚みがしっかりあるシートマスクでお肌プルプルになるしすごく良かった。でもそれ以上にラディアントソウル のお試しで買ってたマスクを最近使ってみたんだよ。マジで良かった。本当に良すぎてもうびっくり。30枚ぐらいストックしようかなって思ってんだけど、ずっと売り切れちゃってんのね。だからそう在庫入り次第めちゃくちゃストックしようと思ってる。本当にラディアントソウルのマスクはめちゃくちゃ良かったです。はい、ここから3箱目です。3箱目ねリピ品多いからちょっとパパッと紹介します。まずサハレスナックのグレーズドミックスメープルピカンのこれ9パック入りで、これがグレーズドミックスタンジェリンバニラカシューナッツマカダミア、これも9パック入り。これがスナックミックスカイエンビーン&ナッツ、これも9箱入りになります。こんな感じのね小袋に入ってるタイプのこのサハリスナックがもうとにかく美味しくて、何回も何回も紹介しちゃってるからあれだと思うんだけど、これもまたリピで買っておきました。これ久しぶりにシンプリオーガニックのガーリックパウダー、これがねずっと前に買ったものがまだちょっとだけ残ってたんだけど、それがねもう固まっちゃったの、カピカピになっちゃったから新しいものを買いました。このガーリックパウダーすごく美味しくて、ちょっとねこうふりかけみたいにふりかけれるガーリックパウダーだから料理の幅が広がるのでこれ買っておきました。あとはこのカリフォルニアゴールドニュートリションのガーリック肝炎ミル付きっていうものを買ってみました。これのブラックペッパーのやつを前回かな買ってすごく良かったの。この大容量でさお試し商品で半額で買えちゃうのね。なのでこ
これ本当は836円で、もともとも安いんだけど、でも418円で、そう、今も売ってたりして、これね、海苔っぽいものと、あとガーリックと塩、こんな感じで、これもめちゃくちゃ使えそうじゃない？もうさ、普通に鶏肉にこのままガリガリガリってして、胡椒もガリガリガリして、で焼いたりしても多分美味しそうじゃない？っていう感じで使おうと思って、あとはサラダとかに乗せてもいいし、トマトとかにちょっとパリパリしてパラパラしてもいいし、もう絶対使える、絶対美味しいやんっていう感じで、じゃじゃーん、これも激推しのキングオスカンのロイヤルフィレ、サバ缶たちになります。パプリカと、あとオリーブの絵が描いてあるやつ、これはね、オリーブがカットされた黒いブラックのオリーブが入ってます。あとはこのレモン風味、これもね、ちょっと酸っぱい感じで、レモン風味、ちゃんとレモン風味で、あとはオリーブ漬け、これはね、一番オーソドックスな感じで、結構アレンジしやすいかなと思います。あとはハラペーニョ、これもね、結構ちゃんとしっかり辛めで、ハラペーニョがね、カットされて入ってるんだけど、めっちゃ美味しいの、本当に美味しいの。これもう激推ししてるから、 DM で私もこれ買いましたって言ってくれる方とか、言ってくれる方とかいるんだけど、本当美味しすぎるよね。冷えた魚とか全然嫌なんだけど、これは全然です。めっちゃ美味しい。サラダにこれをあえて食べるのがマジで贅沢で美味しいんだけど、そう、本当におすすめなので、ぜひ試してみてください。次にまたこのハーニー&サンズのレモンとグレープフルーツ入りブラックティー30袋こっちのね、ハーニー&サンズのこの箱は20袋入りなんだけど、こっちのね、ちょっと大きい方は30袋入りになります。だけど値段がね、500円アップとかだから、こっちの方がお得感はあるのかなっていうふうに思います。ちなみに日本で買うと、この箱のサイズだと2000いくらとかだけど、アイハブで買うと1000いくらとかかな。で、こっちはアイハブで買うと1500円とかだけど、日本だとね、3000以上したかな、むしろ。なので、めちゃくちゃお得に買えます。半額以下くらいで買えちゃうので。で、これはね、前に買ったことがある。うん、めっちゃさっぱりしたいい香りがするんだけど。で、最後、4箱目です。4箱目ちょっとちっちゃめで、これがね、全部自分用じゃなくてプレゼント用のアイテムなので、ちょっとね、これもちゃちゃって紹介していきます。このハーニー&サンズのアールグレイインペリアルベルガモット入りブラックティー、爽やかなシトラスの滑らかな紅茶、スイートバニラ&ラベンダーっていうもの、これも30袋入りのもので、こんな感じでちょっとセットであげてもいいかなっていう風に思ったものと、あとはね、今日出てきたやつ、このプッカのハーブティーも、これまた追加で買ったものね、これ4箱。あとはこのダーマインの治療用保湿シアハンドクリーム、ビタミン E ラベンダー&ネロリっていうもの、これも大量に買ってます。このね、ダーマインのアイテムが前使ってすごく良くて、そう、ダーマインのハンドクリームもいいのかなっていうふうに思って選んだラベンダーのものになります。そんな感じ、こんな感じで4箱分全部紹介が終わりました。ちょっと今までで一番多かったんじゃないかな。4箱は初めてじゃないかな。3箱マックスで、多分4箱は初めての紹介だったと思うんだけど、最後まで見てくれた方ありがとうございました。今回もさ、めっちゃ気になるものたくさんあったと思うんだけど、どんどん使っていくのが楽しみです。またね、インスタの方で、本当にインスタ全然更新できてなくて申し訳ないんだけど、たまにインスタのストーリーの方はね、更新してたり、そう、ストーリーでセール始まった時にちょっとおすすめのもの載せてたり、セール始まってない時でもおすすめのものとか、使ってよかったものをちょっとババッとね、ストーリーだと簡単に載せられるので、そう、載せてたりしたりして、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。ちょっと今後時間もできそうなので、ちゃんと投稿の方もね、写真撮ってあげていきたいと思ってるので、本当に本当にインスタのフォローもぜひお願いします。で、チャンネル登録もね、してない方はぜひよろしくお願いします。じゃあそんな感じで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよって方は、グッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひお願いします。じゃあ、バイバーイ。